シリーズとは、ヤマハの音源モジュールの型番、商品名。派生モデルとして、FB-01 もここで紹介する。また、TX シリーズではないが便宜上 EMT-1 も紹介する。基本的には、デラックスシリーズから鍵盤を取り除いたモデルという位置づけで、多くは、FM 音源を採用しているが、TX16W はサンプラーであり。 TX1P は PCM 音源を採用したピアノ専用音源モジュールである。鍵盤タイプがデラックスシリーズから SY シリーズに移行したのに合わせ、この後の音源モジュールは TG シリーズに移行した。TX7985 年1月1日発売。1台分のデラックス7のモジュール版であり、デスクトップに置くタイプ。 設定や音色のエディットはミリで接続したデラックス7などが必要であり、本体だけではできなかった。また、TX7 はデラックス7の音源モジュール版であることに加えて、デラックス7と併用することでデラックス7の機能強化。デラックス7単体では、音色ごとにファンクション設定を記録できなかったが TX7、川でその部分を代用することや、 当時のデラックス7の2台分である、デラックス1とデラックス5の同等なサウンドと機能を実現できるなども行えたことから、特にデラックス7との併用を意識したモデルである、傾向が強い。定価14万5千円。TX816,984 年12月1日、発売。TX シリーズ最高機種。デラックス7と同等の FM 音源ユニット TAF。 1を8台ラックに並べたものであり、本機1台で8台分のデラックス7の音源を1台に凝縮したモデル。1台で複数のパートを担当できる、マルチティンバーの技術がなかったため、音源ユニットを並べる方式を採用したと言われる。TF1 の数によって、TX116 や TX216 と型番が変わる。TF1 を 最大8台並べた TX816 の低価は89万円。1台のみの TX116 は30万円。TF1 の低価は9万円。8機の TF1 はそれぞれ独立にミティの受信チャンネルの設定などが可能であり、また本機をヤマハの QX1 と組み合わせると最大8パートのマルチティンバー音源として、 個別の TF1 を各々に演奏させることが可能でもあり様々な音色の組み合わせでデラックス7の2台分の音よりもさらに厚みを持たせることが可能。最大同時発音数は16音ポリフォニック8の実質128音である。当時のこの機種はユーザーが思いついたあらゆる音の合成を試せるシンセサイザーのマコッチョーだった。 TX81Z1986 年12月1日発売 V2 の音源モジュール版4オペレーター8パート8音ポリの音源モジュールマルチティンバー対応アップス搭載 V2 同様8種類の波形から FM 合成可能プリセット128音色ユーザー32音色トランスポーズドディレイ パンニング、EG リバーブといったエフェクトを内蔵。マイクロチューニング機能を搭載。一 u フルラックマウントサイズ。定価59,800円 t x 8 0 2 9 8 7年6月1日、発売。デラックス7-2の音源モジュール版とされるが、ユニゾンモードがなく、マルチティンバーに対応している。TX816 の後継機として開発された。 TX800 には、デラックス7-2を8台分使った音作りが可能。8パートの16音ポリで2音ずつの別々の8音色に分けて演奏が可能。プリセットが128音色で、ユーザーが64音色で、本体だけでなく、カートリッジにも音色の保存が可能。デラックスシリーズとの音色の互換性を確保している。8系統の独立アウトを持ち、 平均率以外に純正率、ベルクマイスターなどの調律に変更可能なマイクロチューニング機能を搭載。特徴的な機能として音を左右に飛ばすことのできるオルタネイティブアサインがあり、シーケンスパートに最適な機能である。ベッド ADP-1 を用意することで、デラックス7用音色ロムカートリッジも使用できる。なお、V2 用音色ロムカートリッジは、 ラム4と形状は同じだがフォーマットが異なるため使用できない。定価19万8000円。TX16W Yamaha TX16W1987 年12月1日発売。国産初のステレオサンプラー。12bit、16音ポリ。サンプリング周波数は 16.7kHz、33.3kHz、50kHz から。 選択可能。33.3kHz の時にステレオサンプリング可能である。本体メモリーは1.5アンバイツ。別売りメモリーで最大 6MB まで拡張可能。デジタルフィルター搭載。サードパーティー製 OS で i f ファイルが取り扱える Typhoon2000 が無償公開されているのとソニックチャージではサイクロンという TX16W をエミュレートした VST。 au ソフト音源も同じく無償公開されている。サイクロンは特徴的な 68000CPU や12ビットサンプルメモリーなどもシミュレートしている。サンプラーの音源モジュールの後継機は A シリーズに移行した。TX1P1987 年12月1日発売。ピアノ音源モジュール1ユラックマウントサイズ。 オーム音源の16音ポリで5音色のプリンセット。コーラス、トランスポーズドディレイ、コードプレイの3エフェクトを内蔵。ステージピアノである PF1200 と PF1500 もオーム音源で同じ5音色のプリンセットである。FB-01986 年発売。ヤマハ初の DTM 音源というべき、ハーフラックサイズの音源モジュール。 4オペレーター8アルゴリズムの FM 音源。最大同時発音数8音、最大8パート。プリセット240音色、ユーザー96音色。単体での音色編集は行えないため、システムエクスルーシブを直接制御するか、MSX 用の専用ハード及びソフトで行うのだが、利便性、機材の入手性などの観点から現実的ではない。 現代においてあたり ST、M、エミュレータである Steam とユーゼディターを組み合わせて使うことが現実的である。EMT-1 クラビノーバポータトーンポータサウンド周辺機器として開発された4オペレーター FM 音源モジュール ROM32 音色プリセット音源のため音色は明るさとアタックの速さのみ調整可能編集はできない FVX-1987 年発売。エレクトーンである HX シリーズ向けに開発された8オペレーター、FM 音源モジュール。ありがとうございます。